力がバラバラになって散らばっています。ちょうど山の尾根にぶつかった。日航123便墜落事故から10年。この事故は520名もの尊い命を奪う日本の航空史上最悪の結果となった。事故調査委員会がまとめた報告書によれば、事故原因は後部圧力隔壁の破壊によって急減圧が発生、その圧力差から垂直尾翼が一瞬にして吹き飛んだという。その結論に至った根拠は何だったのか。そして相模湾に落下したと思われる機体後部の捜索が打ち切られたのはなぜか。去年9月7日、遺族たちは事故原因の再調査を求めた。生存者の一人、落合由美さんは調査官の問いに、デコンプと言ったんですよ。デコンプが起こりましたという言い方をしたんですよね。落合さんの見た白い霧とは、そして急減圧とは。しかし事故調査委員会の結論に疑問を投げかける専門家もいる。緩やかな減圧に近いのではないかと思いますね。報告書に記されなかった真実を求めて我々はアメリカへ向かった。そしてようやく一つの真実を突き止めた。独自に入手した更新記録、急減圧の謎解明のため我々はさらなる分析を行った。そこで明らかになった事実とは。日航123便墜落事故10年、今明かされる新事実、急減圧の謎に迫る。1987年6月、運輸省航空事故調査委員会は日航123便墜落事故に関する最終報告書を発表した。それによると、羽田空港を飛び立った123便に異常が発生したのは午後6時24分35秒。伊豆沖の上空2万4000フィート、およそ7200メートルの高度に達した時であった。あの辺から出てきたわけね、こう山の稜線の、生存者の一人、落合由美さんは客室内に白い霧が発生したと証言。この証言と酸素マスクが落下していることから、事故調査委員会は急減圧が発生したと断定。この時すでに後部圧力隔壁が破壊され、瞬時にして APU 補助動力装置、垂直尾翼の順番に破壊が進み、垂直尾翼はその大半を失ったのである。その結果、日航123便はその後の懸命の操縦も虚しく、ダッチロールを繰り返しながら2万フィート、およそ6000メートル以上の高度を18分間飛び続けた。乗客の一人、川口博次さんは機内の様子、そして家族への思いを必死にノートに綴っている。これが家族への遺書となってしまったのである。そして JAL123 便は午後6時56分30秒、御巣鷹の尾根に墜落したのである。人の体は気圧の急激な変化に弱い。特に1万4000フィート以上の高度で機内に急減圧が起きると、めまいや頭痛、判断力の低下などの症状が出ると言われている。急減圧が起きたといたしますと、体の中の空気が入っているところですね、例えば中耳、これあたりは激しい減圧では鼓膜が破れるということが起きます。これは肺でも同じで、場合によっては肺の簡単に言うと破裂状態が起きると。さらに6万フィート以上の高度では体液が沸騰し、一瞬のうちに人は死に至る。
1986年10月26日、タイ航空エアバス A300 型機は高度3万3000フィートで土佐湾上空を飛行中、機内で手投げ弾が爆発し、後部圧力隔壁を破壊、急減圧が発生した。バーンと音がした途端にもう耳が痛くなったと言いますかね、もう鼓膜が破れそうになったと。両手で耳をこう当ててですね、ただもう何が起こったか分かんないのと、痛いのと、もうそれだけで、さらに2年後、ハワイ・マウイ島上空およそ2万4000フィートを飛行中のアロハ航空ジェット旅客機で事故が起こった。機体の上部が吹き飛び、急減圧が起きた。Incredibly loud noise, and the air was expelled from our lungs, like that. And we looked at each other, and then I looked back, and the cabin door, the door to the cabin was gone, and I could look back and see blue sky. アメリカ連邦航空局は、1万4000フィート以上の高度を航行中、急減圧が発生した場合、酸素マスクの着用と安全高度までの緊急降下をパイロットに法的に義務付けている。我が国でも着用は徹底されている。日航123便墜落事故で無事救出されたのはわずかに4人。生存者の一人、落合由美さんは、日航123便が水平飛行に移ろうとした時、パーンという大きな音がし、同時に機内に白い霧が発生したと証言している。さらにエレベーターに乗った時のように耳がツンと詰まった感じがしたと証言。しかしそれもすぐに治ったという。あの時は、今説明を聞きますと、ツーンとしたと。これはやっぱり緩やかな減圧に近いのではないかと思いますね。しかし落合さんの証言から、事故調査委員会は異常発生時に急減圧があったと推定。さらにコックピット内では酸素マスクの着用はなかったと推定した。事故機と地上管制官との交信テープにもその事実がうかがえる。管制官との交信の中にある乗員の声ですね、この声は明らかに酸素マスクをつけていない声なんですね。で、この点は事故調査委員会も認めているんですね。しかし、2万フィートという高高度で減圧が起きている、そういうその油圧なしの状態で酸素マスクをつけないで飛行機の操縦を20分にわたってですね、努力し続けるってことは、これはね、人間生理学上不可能なんです。事故調査委員会は事故の翌年、急減圧と低酸素症の実験を行った。まず低圧訓練室の気圧を650フィートから5秒間で2万4000フィートに減圧、室内の気圧を 0.4 気圧とした。さらに被験者は酸素マスクなしで20分間実験を続けた。急減圧が起こった後は、今度は低酸素症の問題ですからね。減圧というのはわずかその数秒の話ですから、それでその時に何かその急減圧が起こった後で人間の生態に対して何かその急減圧のための症状が起こるということはまずありません。おそらく私の考えでは、その異常状態に陥ったがためにですね、操作を一生懸命やるということで、酸素マスクをつけることよりも先に、そちらの方に気がいったの。その結果、低酸素の状態が機長にあったかどうか、それはもうちょっとでも断定できませんですね。ただ時間的に言えば、それを実験でやったわけですが、ある程度低酸素の状態にはなっていたということは考えられると思います。Well, basically I agree with your assumption that if the cabin had been at 24,000 feet,
2 to 3 minutes is a reasonable use time of useful consciousness. And everybody that hadn't been on oxygen would be unconscious or hardly able to function. 私たちはこれからカリフォルニアのエドワーズ空軍基地へと向かっているところです。エドワーズ空軍基地での目的は、事故の翌年に事故調査委員会が行ったという急減圧実験を再現するためである。スペースシャトルが帰還する基地としても知られるエドワーズ空軍基地はアメリカ屈指の規模を誇り、中には NASA の施設も設置されている。ここでは軍用機に乗るもの全てが様々な訓練を行っている。機内で万が一アクシデントが起こった際にも冷静な対処が必要だからである。これからいよいよ減圧チャンバーのある実験室へと入っていきます。Hello, nice to see you. This is the chamber of the decompression. 減圧訓練を行う減圧室はどの空軍基地にも設置され、全ての空軍兵が訓練を受けている。この日行われた訓練は、高度8000フィートから2万5000フィートまでの緩やかな減圧。乾燥した砂漠地帯でありながら、それでも白い霧が発生しているのがわかる。例えばこの650フィートから2万4000フィートまで5秒間で急減圧が起こって、しかもその後そこに20分間ほどいた場合、人間の体にはどういう影響が起こるものでしょうか。 If you stayed there at that altitude and didn't come down, not only would you have expanding gas, which may or may not be a problem, but hypoxia would be a problem that you'd have to get oxygen immediately because you would only have a couple of minutes to be able to get to an oxygen source. And if you were very active running around trying to get to an oxygen mask, that would be reduced even more. 我々の依頼した実験は人体にとって危険であるという少佐の判断ですぐには行えないというのである。実験の中止を余儀なくされた我々はやむなく別の減圧室を当たることにした。そして安全のため講義を受ければ実験を行うというノースダコタ大学へ向かった。ノースダコタ大学はアメリカ有数の航空大学である。減圧訓練は危険が伴うことから、2日間にわたる特別カリキュラムの講義を受けることになった。被験者の2人は減圧室内でどんな減圧が起こるのか、そして人体にどんな影響があるのか、低酸素症の有効意識時間はどの程度であるかなどをはじめ、酸素マスクの使用法やその他の器具の使い方の説明を受けた。この実験では男性被験者はパイロット、女性被験者は乗客を想定した。減圧室には容量の大きな部屋と小さな部屋が2室、双方とも密閉が可能でポンプ室へとつながっている。まず大きな部屋の空気を抜いて気圧を下げ、次に被験者の入った小さな部屋の弁を開き急減圧を再現する。減圧室に入るとすぐに能力テストを行うように指示された。問題は知能テストと同じように90秒間で何問できるかというものであった。低酸素状態になった時に同様のテストを行い、その能力差を比較するためである。次に危険防止のため30分間純酸素を吸い、体内の窒素を抜く。そして脱窒素を終えた被験者は加圧時における身体、特に耳の異常をチェックした。万が一に備えてドクターが同室して実験を開始した。事故機と同じ状態を再現するため、減圧の瞬間は被験者の2人は酸素マスクを外すことにした。女性被験者は減圧後即座に酸素マスクを装着、一方の男性はできる限り酸素マスクをつけずにいくつかのテストを行った。
まず普通の状態で行った時と同じ能力テストを受ける。大丈夫？被験者の女性の場合、酸素マスクを装着しているため低酸素症の症状は見られない。大丈夫？それやって。どう今は？もうつける？Feel slight dizziness, but I asked him if he's okay and he said he's still okay. もう3分間だったからね。幼児用のおもちゃであるにもかかわらず、時間が経過するにつれて次第に投げやりになっていくのが見て取れる。Get a little crucial. もうやめる？ He's getting a little dizzy. Maybe we should get the mask back on. Can you turn the switches back on? じゃあボタンを上に押して。3つとも全部。実験開始から3分51秒。被験者の判断力のあるうちにというドクターの指示で酸素マスクを着用した。肺がびっくりした感じだね。 Is it easier to breathe now? You were off oxygen for 3 minutes and 50 seconds, I believe. でもちょっと無理したかもしれないね。能力テストの結果を比べてみると、実験前と実験中とでは明らかに違いが見られた。実験中は書き方も雑である。本人に自覚がないのが低酸素症の怖さである。I'm unable to comment specifically regarding the accident of JAL-123, but generally in the field, we've shown that people are unable to sustain more than 3 to 5 minutes of useful consciousness or the ability to control their own behaviors without oxygen supplements. That altitude, generally, it's expected that you wouldn't be able to sustain that activity for 20 minutes without oxygen supplements.事故調査委員会はボイスレコーダーの分析から、6時24分37秒から1秒間、さらに25分4秒から47分28秒までおよそ22分間客室高度警報音が鳴ったと推定している。この警報音は機内の気圧が1万フィート以上の高度、つまりおよそ 0.7 気圧以下に下がった場合鳴る仕組みになっている。果たして急減圧を示す警報音はコックピット内で鳴っていたのであろうか。私たちはこの更新記録を分析することにした。この更新記録には機長の声やコックピット内の音、さらに管制官の声と時報などが収録されている。まず日航123便に異常が発生した後、警報音が鳴り続けていたとされる6時25分4秒からおよそ22分間のうち3つのブロックを詳しく分析することにした。
特に警報音に注意して見ていきますんですけれども、これは人間の声なんですね、ここからここは。これが、ずっと、プーという音が、まあ、ビューンというのもラインなんですけど、これはやはり、電源の、ジェネレーターノイズだと思っていいんです。エンジンのですね、音とかそういうノイズは入っておりますけれども、その 0.3 秒で切れるような、警報に相当する音はどこにもありません。27分から15秒間についても分析を行ったが、同様の結果が出た。客室の方のその何ですか、減圧があった場合の警報音というのは、1秒間に大体3回、まあ、プップップップって言ったような感じで、ちょうど操縦席のですね、後ろの方から聞こえてくるわけです。で、その大体音の大きさですけれども、75本と言いますから、相当な音の大きさなわけです。そうしますと、通信する方はマイクロフォンをこれにこうしてるわけですけど、そのマイクロフォンには十分にもちろん入るだけの音がしてるわけです。これはボーイング747型機の客室高度警報音を波形分析したものである。これを分析してみますと、非常に時間的に正確にこういうふうな間隔を置いて現れてるわけです。周波数的にも同じところにずっと現れています。10秒間に15回ぐらいの周期で繰り返している音です。でしかもその周波数ともに時間ともに正確なところを値を示しているわけです。さらに事故調査委員会が警報音が鳴ったと断定している31分7秒前後の分析を行うことにした。ここがですね、ちょうど31分からですね、ここまでが31分33秒ぐらい、33秒間のデータが出ています。約31分7秒のところを約1秒間ぐらい拡大したものなんですけれども、これは声です。ここに加わりますので、これが声です。これも声です。こちらも声なんです。そしてここにずっと長く出てますのは、これが 400Hz、 すなわち飛行機のジェネレーターノイズだと思います。でもしこれが警報音だとしましたらば、警報音がこういうふうに、まあ、どここの周波数とは違ったところなんですけども、こういうふうに細切れでいくつにも分かれていれば、警報音だということなんですけど、それがどこにも見られません。したがってここでも警報音は鳴っていないということですね。ジェネレーターノイズといいますのはですね、電源に入ってきてしまってマイクロフォンに音として入るものではなくて、エレクトロニクス的に入ってくるわけです。したがって、こちらから大きい音がいきますと、それは完全にマスキングされまして、そしてその音だけが入ってしまう。そして何もない、要するに言葉と言葉の間ですね、その時に、オートマティックレベルコントロールと申しまして、増幅度、アンプの増幅度を上げてやるわけです。その時にビューッと入ってくるわけですね。で、また声が行くとなくなる。したがって警報音が後ろになっていると、その音はほとんど入らないはずなんです。ジョージ・サイドレンは NTSB アメリカ国家運輸安全委員会を引退した後、この地で静かな生活を送っている。事故当時、彼はアメリカ調査団の一員として来日、その後積極的に活動した。事故から10年、サイドレンが日本のマスコミの取材に応じたのは今回が初めてのことである。Everything that was done on the Japanese side, you are satisfied as well? Absolutely, yes. Or at what pointWhen was it decided that it was the F-Balkan? Almost immediately after we viewed the parts down at Yokohama, there wasn't any doubt in anybody's mind as to something happened to the F-Balkan. 我々はアメリカ取材でボーイング社の内部資料を極秘に入手した。この資料にはボーイング747型機の機体後部の内圧強度が記されている。しかし垂直尾翼については一切その数値が示されていない。ボーイング社はそれまでの飛行実績から垂直尾翼の内圧強度を具体的に検討していなかったのである。事故調査委員会はフライトレコーダーの記録から、異常発生時に日航123便の機体にどのような衝撃が加わったのかを分析した。伊豆沖の上空に達した午後6時24分35秒、日航123便には前後方向の加速度、
横方向の加速度、垂直方向の加速度の順番に何らかの力が加わったことが示されている。事故調査委員会は最初に記録された前後方向の加速度を APU が後方に吹き飛ばされた時、その反動で前方に加わった加速度と断定。次いで記録された横方向の加速度を垂直尾翼が破壊した時の加速度と断定した。しかし九州大学の大平名誉教授は、事故調査委員会が行ったフライトレコーダーの分析に当初から疑問を持ってきた。前後加速度で異常発生瞬間に、前向きの加速度が出てる記録が1点だけありますが、あれは私はエラーとして読み飛ばすべきものだと考えております。これは日航123便の上下ある方向舵のうち、下部方向舵の上側に残っていた2本の太い傷である。大平教授はこの傷に注目。上部方向舵が破壊するとき、下方向に圧力が加わったと判断。 APU はこの時の圧力でもぎ落とされたと推定している。日常連、日本乗員組合連絡会議もまたこの10年間独自に事故原因の究明に努めてきた。その結果、事故調査委員会とは異なる結論に達した。後部圧力隔壁が破壊したという仮説に基づく一連のシナリオには無理が多すぎるという、したがってそうじゃないところから破壊が始まったという可能性を、私たちは考えたということなんですね。私たちがどうしても払拭できない疑問をつなぎ合わせたときに、事故調の見解とは別にですね、むしろ上部方向舵近辺から破壊が始まったのではなかろうか、その方が事故調の急減圧説よりもよりその辻褄もあるし信憑性も高いんではないかというふうに推定したんですけどね。圧力隔壁の破壊っていうのは任意的に引き起こされた可能性の方が高い、僕自身は確信に近いと思ってるんですけど、それ以前に破壊された部分があったと。臼井さんは日本航空の整備本部に勤めて32年になるベテランである。彼もまた垂直尾翼の破壊が先だと考えている。右側の垂直尾翼の外反に初期破壊を示す明快な状況が、事故調査委員会の報告書にも記録されている。一つはボーイング社の修理ミスによって金属疲労が蓄積されて、そこの破壊が発生していたと。そこから客室与圧の空気が後部に漏れたと。で、後部の機体構造の中に圧力が漏れた圧力が滞留したと。それで垂直尾翼の内部構造を破壊していたと。これはかなり短時間でそういう破壊が発生したんじゃなくて、かなり長い間にわたってそういう内部破壊の進展が進行していたと。垂直尾翼は二重構造になっており、外板はその内側にあるフロントスパとリベットで結合されているが、強い内圧が加わるとこのリベットは吹き飛んでしまう。しかし回収された垂直尾翼の右側外板のうち、リベットの頭部だけが破断している箇所があった。臼井さんはこのリベットの破断から、異常発生以前に垂直尾翼の右側外板が浮き上がっていたと分析している。一番弱いリベットが1本切れますね。そうすると2本4本8本というように拡大が、リベットの破壊が拡大してきますね。ある時点で外板が浮き上がるんですね。そこから突風がドーンと入ったと思いますね。機体後部の破壊は急減圧の結果ではないと臼井さんは断定。
ただ当時の日本航空の整備体制では垂直尾翼のこの損傷は発見できなかったという。機体が破壊した一番初期の破壊、初期破壊って言うんですけど、この兆候を最もこう分かりやすく示すのが相模湾で事故調査委員会が放棄したね、機体構造部品だと思いますね。事故調査委員会が相模湾の海底捜索を打ち切ったのは事故からわずか3ヶ月後のことである。オスタカの事故から10年、なぜ事故調査委員会が出した結論に今もなお多くの疑問が投げかけられているのだろうか。事故調査委員会は事故の再発防止を目的として原因究明に当たっているが、警察の捜査は個人や企業の刑事責任を追及するのが目的である。その双方の確執が真相解明の妨げとなることもある。あの事故の時にこう縄張り争いでこうなかなかそこに調査官は入れてもらえなかったとかね、そういうふうなことがありましたけどね。でただ事故調査委員会のメンバーはこうカードを持っていけばそこに入って調査できると。どうしてもねそれだけじゃないもんですから、現地でいろいろ思うようにいきませんよね、お互いに事故調査委員会の目的はあくまでも事故原因の究明にあるが、事故の関係者の中には個人の責任を問われることを恐れ事情聴取を拒む者も多い。事故調査の結果がですね、捜査機関から捜査上の照会あるいは鑑定嘱託という形で、求められますと、それに事故調は応じざるを得ないということで、実際上は再発防止に向けての原因解明以外の個人の責任追及の材料に使われているというところに問題性があるように思われますね。事故調査委員会の前に立ちはだかる捜査の壁に対して、日航123便事故の調査委員長は語る。私どもは責任の所在ということを明らかにするという仕事ではございません。今回の事故の経緯について事実を明らかにし、その事故が生じた原因を推定するという仕事でありまして、でそういうことでございますので、事故調査報告書をお読みいただくと分かると思いますが、その一点、そういうことに絞って事故調査報告書を書いてございます。ボイスレコーダーに収められたパイロットの肉声など事故の原因を知る上で重要な手がかりとなる情報の一部は10年経った今も公開されていない。航空法研究の第一人者によれば、委員会には意外な権限が与えられているという。収集した情報が全て生のまま発表されるということにはならない。でこれをもし仮にでございますよ、不当な理由でそれが発表されないということがございましても、それは法律的に申しますと違法の問題が出てこないということになりますから、不当な理由であるかどうかということを裁判所で争うことはできないということになってるわけですね。やっぱり秘密というものはね、疑惑の根源になるんじゃないかと。事故報告書に記載されなくて公開されてないような事実情報の中にも、事故防止のためにね、改善や検討の必要性があるものがあるに違いないと。事故調査委員会の調査の公正さを保証するためにね、やっぱり全て公開すべきであるというふうに思います。